パバーさんのオフィスに行ってまいりました。なんでって話なんですけど、まあ仕事でです。当たり前ですね。遊びに行くわけがないんですよ。他にもね、何人かホルママの方が、そう、同じ日程でね、いらっしゃってたんですけど、影先生と、ルイちゃんのママ、ミオちゃんのママの泉先生、おかゆちゃんのママのチロル先生と、フレアちゃんのママのラック先生かな。そう、同じ日程でね、できたんです。そう、勝ち込みに行ってまいりました。いや、まあ、仕事で行ったし、めちゃめちゃ仕事の話したんですけど、まあ、簡単に一言で言うと、It was a lot of fun でしたね。スタジオじゃなくてオフィスの方ですね。社員さんたちがお仕事してる方に行ってきました。そう。でね、今日のサムネがね、ペコラちゃんの着物の等身大フィギュアなんですけど、すごかった。もうオフィスの入り口にね、でっかいペコラちゃんとグラちゃんの等身大のフィギュアがあって、で、横のモニターでね、ちょっとね、映り込みがね、いろいろあったんで、お見せできないんですけど、ホロスターズの、PV が流れてました。同じ日程で行くことになったんで、もう最寄り駅で集合したんですよ。ママたちで。私、かかげ先生と事前に、まあ、何時にこの辺で、みたいな話をしてたので、どこどこ改札着きました。かかげさん、どの辺にいますかって言ったら、ここにいますとかじゃなくて、多分そこに、泉さんいますって言われて。どんな返事の仕方なんだと思いながら、うろうろしてたら、泉先生がいらっしゃったんで、ここにみんなで集合して、そうそう、泉先生を目印に。詰まって、で、みんなで、とことこ歩いて、カバーさんまで行って、みんなでちょいちょいお話ししながら、そうそう、向かって、ものすごいオフィスでした。綺麗なオフィスにね、なんかみんなで入館証みたいなピッてやりながら入って、そう、事前にね、入館証が渡されるんですよ。変な人が入らないように、セキュリティめっちゃ万全でした。ちゃんと事前に申請した人じゃないと入れないんですよ。だから、私も忘れないように何度もチェックしました。そのいただいた ID というか、そうそう、入館の印みたいなのをね。で、まあその後は社員さん、の方たちといろいろ、打ち合わせをして、打ち合わせっていうかディスカッションをして、で、お仕事のその内容は秘密です。守秘義務なので、何の話したかはお話できないんですけど、でもね、いろいろ勉強させていただいたし、そう、いろいろ教えていただいたり、こうしたい方がとか、ああいうのはどうですかみたいな話とかをいろいろしてね。いい打ち合わせでしたね。というか私、パパーさんの、社員さんとお話しするのって、多分初めてだったんです。その時が。でもライブの時に、ちょっとお話しした方もいるかも。A ちゃんはね、いませんでしたね、その時は。いませんでしたっていうか、打ち合わせの席には多分いらっしゃってないと思います。あとそう、ヤゴーさんが、ご挨拶したがってたんですけど、今ニューヨークにいましてって言われて。そうだよね、そう、ニューヨークのイベントにね、行ってらっしゃったから。素朴な疑問ですが、今までカバーさんのからのお仕事って誰から依頼されてたんですか？それは社員さんですよ。だからずっとディスコードとか、メールとか、そういうオンラインのやり取りだけだったんですよ。で、ボイスチャットでの、打ち合わせとかもなかったので、もう全部文字だけだったので、対面で、お仕事の話するっていうのはもうその時ぐらいかな。あとは、3月の全体ライブですね。に見に行った時に少しお話しさせていただいた程度。お話っていうか挨拶程度ですね。でも今は大体そうじゃないですか。割とイラスト漫画のお仕事って。もうほんとテキストだけですね。他のお仕事もそうですね。私、基本的にテキストだけ。電話があんま好きじゃないっていうのもあって、時間拘束されるのが好きじゃなくてね。何時に集まってください。何時に通話開始しますっていうのが苦手なんですよ。私がゲリラ配信しかしないゆえもそこにあるんですけど。そう。で、お仕事をしたって終わった後は、お食事に行きまして、皆さんで。そこでもね、いろんな噂話したりとか、こういうことがあったんですよ、とか、そう、あんまり仕事の話しなかったかも。仕事っていうか仕事関係の話というか、割と、なんか趣味の話とか、そうそうそう、ゴジラの話とかしてました。なんかゴジラの話でめっちゃ盛り上がったんですよね。あと、かかげ先生と、チロル先生は、ずっと、漫才してます。二人は。かかげ先生が、チロル先生を、からかって、なんか、これ食べたことある？これ食べ方知ってる？みたいな感じで。こうやってるから食べるんやで。嘘ついて、騙したりとかしてね。ボケとツッコミでね、いいコンビですね、二人。そうですね、言って良さそうな範囲だと、仕事の内容の話じゃないから、多分大丈夫だと思うんですけど、私がめちゃめちゃ印象的だったのは、フォローライブの、だから、タレントさんたちの、ファンにも、
結構特徴があるよねっていう話。なんか誰々ちゃんのファンはこういう雰囲気、誰々ちゃんのファンはこういう雰囲気みたいな。で、なんかこう、みんなそれぞれいろいろ企画考えてたりとか、お祝いの何かね、メッセージを送ってくれたりとか、自分の推しのためにいろんなことしたりとか、そうそうそう。誰々ちゃんのファンと誰々ちゃんのファンは仲いいよね、みたいな。共通の人が多いのは誰々ちゃんのファンと誰々ちゃんなんでね、みたいな話とか、そういうリスナーさんの噂話をしてたんですよ。そしたらですね、社員さんの一人がすごい優しい目をして、いやー、こうやってね、いろんな方とかリスナーさんにね、支えられてね、みんながね、配信できてるんですね、愛されてますね、みたいな感じで、こう、しみじみお酒を飲んでらして、なんか、いいなって思いました。確かにそうだなって思いました。リスナーさんのね、こういうことしてた、ああいうことしてたよ、みたいな話が出るってすごいですよね。もういろんなお話でね、そう言えない話がね、9割ぐらいなんで、今日お話しした情報は本当に一部なんですけど、そうそうそう、基本何も言えないんですけど、いやーでも本当楽しかったですね。楽しかったって仕事しに行って楽しいって言ってちゃいけないんですけど、でも思ったのは社員さんたちはめちゃめちゃ頑張ってるということですね。メンバーさんたちのためにもリスナーさんたちのためにも、なんて言うんだろう、すごい考えて、みんながみんな、幸せになるようにというか、楽しくなれるように、いろんなこと考えてくださってるんだなーって思いました。社員さんはね、敵じゃないんだよ。運営さんはね、敵じゃないんだよ。みんなね、リスナーさんとかね、タレントさんのメンバーたちのね、みんな、ことを思ってね、毎日仕事してくれてるんだなって、私もなんか、しみじみ思いましたね。やっぱりそういうのも実際お会いしてみないと、こう肌感としてわからなかったところも、お顔を見てね、お話しすることで、こんだけ頑張ってみんなのために頑張ってくれてる方もいるんだから、私もね、頑張らなきゃみたいな、そういう、なんでしょう、決意を新たにっていうほど大げさじゃないですけど、襟元正すというかね、そういう感じがありましたね。皆さん、社員さんをに感謝をしましょう。感謝というか、そう、社員さんいつもありがとうって思いましょうね。なんか優しくしましょうね、社員さんたちに。社員さんというか、運営さんたちにね。優しい気持ちでしましょうね。裏方の苦労は触れてみないと分かりづらい。そういうもんなんですよ。保護者会で仲良くされてて、社員さんがめっちゃ頑張ってて、情報だけでファン嬉しいです。そうだね。こういうのもなかなか、プロメンのみんなが、マネージャーさんは頑張ってるよーって。でも、でもなー、あれも、あれしてくれたりとか、これしてくれたりしてもいいのになー、みたいな。なんか、あと気使ってるのかな、マネージャーさんにとかって思うところもあったりすると思うんですけど、ある意味、私たち、外注イラストレーター、ホロママたちはね、社員ではないですから、ある意味、ちょっと一歩引いた第三者というか、少し違う角度からね、両方を見れるので、リスナーさんのことも見れるし、運営さんのことも見れるし、タレントさんたちのことも見れるしね、こう、ちょっと違う立場から見た、印象とかをね、お話できたのは今日良かったかなと思いますね。そう、運営は泥かぶることもあるからね、そうなんですよね。だから、何か他の他に原因があったとしても、だから運営さんは、私たちが悪かったんです、すいません、みたいな、やるしかないですからね。大変なことも多いと思います、本当に。そう、それぞれの立場がね、特に私なんかはこうやって配信もしてますし、もうそれぞれの立場がわかるからこそ、なんかこう、なんて言うんだろう、できることもあるのかなって感じはしますね。と考えると結構責任重大な立場なのかもしれないけど、まあでも私はね、あくまでファンの一人でもあるというところでね、楽しませていただいていこうかと思っておりますよ。いろいろカバーさんがやっていくね、企画とかね、イベントとかに関して。